皆さんこんにちは。男はつらいよで有名な浅岡瑠璃子さん。浅岡瑠璃子が難病で不法の真相、そういればと言われていた証拠、今でも子供がいない理由について紹介します。まずは浅岡瑠璃子の経歴とプロフィールから紹介します。浅岡瑠璃子は日本の女優、血液型は A 型、前夫は石坂浩二、カラント所属。読売新聞に連載されていた北条誠の小説「緑遥かに」を水野絵滝子プロデュース井上梅治監督で映画化するにあたって、ヒロインの瑠璃子役を募集しているのを千代田区立今川中学校在学中の1954年夏に知り、両親賛成の元応募。11月23日に面接が行われ、役道との中から中原淳一が浅岡のメイクを見て、この子だと言い、強力な推薦によって選ばれ銀幕デビュー。芸名は緑遥かにのヒロインの瑠璃子と、本人の本名から浅の一字を取り、緑遥かにのイメージから丘という字をつけて浅岡瑠璃子となった。瑠璃子カットが当時の女性たちの間で大流行し、瞳の大きな美少女として脚光を浴びる。しかし学校を長期欠席しての撮影だったため、PTA と生徒会が奉祝の花輪を出したことで一時物議を醸した。多忙のため菊花高等学校は中退している。映画「緑遥かに」は1955年に公開された。1961年世界一周早回りと国際親善を兼ねた美しい東洋親善使節団日本代表、また1964年には「夕日の丘」でレコードデビューした。日活の看板女優として数多くの映画に出演し人気を博した。現在までの映画出演本数は150本以上。仲の良い佐久間よし子の初主演映画、1963年の東映「五番町夕霧楼」を見て大きなショックを受ける。正直言って女性映画の主人公がやれる佐久間さんが羨ましい。何も知らないまま、ただ夢中で10年間を過ごしてきたけど、100本も映画に出て代表作がないのは恥ずかしいわ。私は男性映画の刺身の妻のようなもの。もっと自分の仕事を大切にしたい。作品を選んでそろそろ賞の対象になるような仕事をしたい。などとマスメディアに訴え、今まで何一つ文句も言わず、会社の言いなりになってきたが、1964年1月の会社との契約更改で、他社出演を認めてほしいと直談判した。1971年日本テレビのドラマ「2丁目3番地」での共演をきっかけに石坂浩二と結婚。石坂は当時の世の男性の羨望を一身に集めることとなったが、ほどなくして別居。30年後の2000年に離婚。その後大衆演劇俳優で劇団誠座長松井誠との交際を公にしていたが、2013年3月には金子典人との交際が報じられて話題になった。女優の浅岡瑠璃子がテレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。俳優の石坂浩二との結婚生活について語った。浅岡は1971年に石坂と結婚。石坂は浅岡の自宅に遊びに来るようになり、その都度ポンを買ってきたという。本当にこの人いろんなことを知ってるんだろう、それで結婚になって、と出会った当時を振り返った。石坂とは1971年に30歳で結婚。仕事をやっていいよと言ってくださったから、それが何より嬉しかった、という。一方で、女性として奥さんとして旦那様のことを何か、お手伝いするとか、旦那様のお母様たちにして差し上げることがたくさんあったのに、と後悔の気持ちもあったという。葛藤を抱えていたが、やっぱりまだ仕事続けたいし、もしこのままだと悪いから離れるなら今そうして、ちょうど60歳になるので、そうしていただけますか、そうしてお別れ、と2000年に離婚することを選んだという浅岡が、日活の看板女優として出演した1960年代制作の映画「銀座の恋の物語」「憎い安畜生」「夜明けの歌愛の渇き日」の上映と、トークショーを行う取材会では一世を風靡した日活時代を常に台本を4つ抱えて忙しいなんてもんじゃなかったと回想。みんな遅くまで飲んで遅刻するのは小林明とゆうちゃん、私の堪忍袋の尾が切れてちゃんと来てと怒ったこともありますね、と懐かしんだ。現在83歳で
今年で芸能生活は70年目を迎える取材会後にはスポーツ報知の個別取材にも応じ、最近の健康法を古い歌を歌うこと、女優さんより歌手になりたかったくらい歌っていいですねと告白。病気や風邪とは無縁で、昔からほとんど風邪ってひかないし、今も体のどこかが悪いとか不調は全くないです。昔からメイクも、特にアイメイクは自分なりのこだわりがあるから、人に任せたりはしない。仕事の時も全部自分でやってます。まだまだ人生楽しまないと、とはつらつと明かした。5月のトーク&シネマでは、ファンと久しぶりに交流することから、皆さんにお会いできるのが嬉しいことですね。昔から演技はやってきていても自分の言葉で喋るのは苦手。でも私の若い時の映画とトークショーでは今の私をちょっと見ていただけたら嬉しいです。と心待ちにした渥美清さんとの思い出話に自然と大きな瞳が潤んだ。渥美さんは寅さんとは全然違って物静かな方でした。だけどリリーさんには心を許してくれた感じがありました。渥美さんの遺作虎次郎紅の花の撮影で渥美さんの腕が細くなったことに気づいて山田さんに虎さんとリリーを結婚させてくださいと頼んだこともあった。叶わなかったけどね。でも私は誰に対しても亡くなったとは思わない。ちょっと会えていないだけなの。私生活では71年に俳優石坂浩二と結婚し2000年に離婚を経験した。私が仕事ばっかりするものであんまり面倒見てあげられなくて、彼は博識だし料理でも何でもできる人だったから、こんなこと言ったら怒られちゃうかな。でも楽しい思い出もたくさんありますし、結婚してよかったですね。後悔全くないです。結婚してからも女優を続けさせてくれたことに今でもものすごく感謝してます。83歳で病気も怪我もない。健康法は歌うことで、昔映画の道に進む前は歌手に憧れて定築を受けたけど見事に落とされちゃった。でも美空ひばりさんや小畑美さん、古い名曲や歌謡曲を歌うのが日々の楽しみ。床へを弾ませる同世代は人生の終着点を意識し就活を始めているが、ダメダメダメよ、残された周りの人に迷惑をかけないためって考え方には共感もあるけど、過度に人生の終わりを考えたりしてはダメ。なんで人付き合いを減らしたり物を捨てたりするのかしら。私は就活全くしてません。終わりを考えても面白くもへったくれもないじゃない。生きている限り楽しいことを考えるの。と一周する山本陽子さんは2歳年下で日活の後輩だったという。朝岡は突然の訃報に驚いたようで、陽子ちゃんがどうしたって、嘘でしょ、でもびっくりしてと当時の状況を振り返った。山本陽子さんは麻雀仲間だったんですってと司会の黒柳徹子から聞かれると、もう上手で勝つまでやりますからねあの人と山本さんとの思い出を語った。さらに、私本当にお友達だったり大切な人だったりに亡くなったって言葉は絶対に言わないと話した。ここのところずっと愛してないけどどうしてらっしゃるかな、お電話したい、声が聞きたいなって思うようにしてと、亡くなったというのは絶対に嫌なんですと強く語った。朝岡瑠璃子さんは部分入れ歯を使用しているのかという疑問があります。テレビ CM での活動やイメージキャラクターとしての起用から、実生活でも入れ歯を使用している可能性が考えられます。現在83歳の朝岡瑠璃子さんが入れ歯を使用している可能性は高く、50代後半以降の使用率が増加する傾向にあることからも推測されます。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。